クロネコアマズライトチョッピーせーのクロネコチャンネル、イエーイ。これです。見てもらったらわかるんですけど、ここ穴を開けたんですが、はい、どうもこんにちは、クロネコチャンネルのクロネコです。ありがとうございます。実はあることに困っております。何かというとね、とある産卵セットなんですけど、ちょっとね困ったことになってるんですよ。まずはその産卵セットでね登場してもらいましょう。この産卵セットですね、これはねレギウスオオツヤクワガタ、カメリウムのねクワガタです。赤レギウスのホワイトアイですね。1月16日にセット組みました。でセット組んで早3ヶ月は経っている。でこのセットがどういう状態かというとね、こういう状態なんですよ。じっくりじっくり待ってたんですけど、多少ねこうかじってはおるんですけど、中に入るには至らず、主にですね多少かじってはおるんですけど中に入るには至らず、こちらはかじってない、そんな感じなんですね。で餌は一応入れてたんですけど、最近餌食べてなくてですね、最近っていうのは1週間くらいですかね、いやもうちょっとかな、2週間近くだと思うんですが、全然餌食べなくなりました。でね潜ってくれたのかなと思って期待してちょっと見てみたんですよ。そしたらね残念なことになってました。とりあえず出してしまいましょう。はい、産卵木取り出します。食菌冷死剤ですね。よいしょ、 OK、 これです。見てもらったらわかるんですけど、ここ穴を開けたんですが、潜っていったのかというとですね、潜っていかなかった。穴を開けてここにずっと入ってました。でメスはね取り出したんですよ、このような形でね。赤レギウスホワイトアイちゃんです。うん、ちょっとあれですね、木くずにまみれてるんで、ちょっと本当に赤レギウスなのっていう感じなんですけどね。ああでこれ2週間ほどずーっとここにいて、ご飯も食べず、じゃあ産卵してるのかと言ったら多分してないんですよね。はい、ということでね、ちょっとほじくってみようかなと、ここをね、うん、でどうしようかなと、検討しようかなと、そういう感じですね。今日はライトの方をオンにして、まあ少しちょっと調べてみましょう。これで産んでるんだったらいいんですけどね、産んでないんじゃ何の意味もない。卵のようなものはないですね。ないですね。あ、ありました。卵1個。1個あった。回収します。1個あったですね。はい。でも多分これ1個で終わりだと思うな。うん、卵ありますか？ないよね。これは気を使う作業だな。
個卵発見。卵回収します。よく見たら2つ産んでます。取れたかな、取れたかな。よし、とりあえずこれ広げてみよう。あ、1個取れてる。あ、2つ取れてる。よし、卵2つまだあったような気がするよね。慎重に慎重に掘ってるんですけど、ここにも卵1個あります。はい、卵回収。よかった、潰れてはないね。よーく見たらここにも卵があります。よし、回収できそう。はい、取れました。卵です。緑だね。まだ少し掘れそうな部分がありますね。こっちの方産んでるのかもしれないです。あった、ありました。もう一個産んでる。取りましょう。は、取れた。レギウスはね、一箇所に集中して産むタイプみたい。ババとは違いますね。まだ少し掘り出せそう。卵あるかもしれない。これはすごい、なんかなんというか、こういうシャーベットのようなものをすくい出して食べてるみたいな、そんな感覚になりますね。こっちの方もかじってる。やべえ、慎重にいかないとな。ある、卵あります。見えました、今。ありますね、ここに卵が。いやー、怖い。はい、取れました。ピント、よっ、オッケー。ね、まあまあ産んでるような感じですね。びっくりした。先に取り出した木くずの中に卵がないか確認していきます。油断はできない。あ、ほら、あった。ほら、ここにありますよ、卵。やっぱ油断はできないですね。回収しちゃいます、卵よっ。はい、ゲットでございます。レイゴちゃん産んでくれてましたね。よいしょ。はい、レギコちゃんでございます。産んでました。結構産んでましたよ。平均よりは産んでるかも。せっかく開けてるんで、ここ入ってもらったらいいのかな。また産むかもしれないですよね。うん、とりあえず入ってもらってしばらくしてまた確認しようかなと思います。なんだ、やることやってんだね君。ごめん、ちょっと心配になっちゃったよ、おじさんね。うん、まだ産んでくれるかな。よかったら産んでほしいな。頑張ってね。なんか、うごめいてますが。はい、これで、元に戻しましょう。しまった。卵で回収するつもりはなかったんですけど、卵で回収しちゃいましたね。うん。まあもうしちゃったもんはしょうがないんで、これで、どうにか孵化まで持っていくしかないんですが、ティッシュ管理でいいでしょうかね。はい。どうなんでしょう、レギウス。ティッシュ管理で孵化して、それから、孵化したら、キッチンの中に入れちゃう感じでいいんだろうか。ちょっと、不安ですが。掘り出しちゃったんで、まあ、マットに、ね、埋めて卵管理するか、ティッシュで管理するか、なんですよね。ちょっと動画外でね、全部映しちゃいます。
お疲れ様です。とりあえず合計8玉ありました。ちょっと掘り出しちゃったんで孵化しないやつも中には出てくるかもしれないですね。掘り出す時にちょっと傷ついちゃったりとか可能性はあると思うな。とりあえず8玉出てきました。まだ産んでくれそうな気がしますね。まさかね、あんな風に一箇所に集中して産むとは夢にも思ってなかったです。もうちょっと広範囲に産むかなと思ってたんですね。いやー、なるほど、そういうことなんだね。はい、なんかよくわかんないですけど産んでました。勉強になりました。今日はね、これでお別れしたいと思います。またよかったらね、コメントの中で感想を聞かせてください。 あとこの卵ね、孵化するまでこの管理でいいですかね。毎日乾燥しないように霧吹き収集で、孵化したらあれに、あれですね、河原金子のプリンカップかなんかに入れるで、それでいいんでしょうかね。またよかったらコメントで教えてください。ではお別れです。バイバーイ。